スコーピオン。昨夜のダメージが残っているにもかかわらず一歩も引かぬとはな。しかしいつもならその程度の傷など大したことはない。しかしこのアスガルドでは違う。ユグドラシルか、厄介な木だな。貴様を倒した後でこの俺が破壊してやる。不可能だ。今のお前たちでは近づくこともできない。どけアクエリアス。貴様のぬるい戦いは見ておれぬ。ここから先はグラニルのシグムンドが相手だ。勝負に水を差すとは無粋な奴め。まあ結果は変わらぬ。やれ。アスガルドの大地に沈め、オールドセイント。これは罠か。その通り。奴が来ることが分かっていながら何も手を打たないとでも思っていたのか。俺はこんな姑息な手は好かぬ。アンドレアス様に報告だ。ゴールドセイント、スコーピオンのミロはこのスルトが見事に討ち取ったと。スルト様、あれを。なんだ。何者だ。あの男。お前は。ジェミニのサガ、サガだと。かつてサンクチュアリの強行候補とまで目されたアテナに仕える最強のゴールドセイント。待てサガ、向こうにはカミュがいる。奴は俺がやる。やらせてくれ。地上を蝕む邪悪な者どもよ、聞くがいい。銀河の星々が砕けようぞ。ギャラクシアン・エクスプロージョン。新たな命を授かりながらも敵となり仲間に葬られるとは。神、お前は本当にそれでよかったのか。それが奴の選んだ道だ。分かっている。俺はこのコスモの導きを信じる。そしてあのユグドラシルを叩く。ならば立て。まだ終わってはいない。さすがはジェミニのサガ、聞き死に勝る壮絶な破壊力だ。まさか無傷だと。ユグドラシルから発せられるコスモに守られているのであろう。かつての同胞と対峙してなお寸分の躊躇もなく最大の技を放つとはな。邪悪な力がこの地上を脅かすなら命に代えてもこの拳で打ち砕く。それがゴールドセイントの使命。その覚悟気に入ったぞ。邪魔をするな。すると焦るなシグムンド。ゴールドセイントを二人まとめて始末できる絶好のチャンスを逃す気か。ち、分かっている。行くぞカミュ。オーロラエクスキューション。アルドゥオルカーン。レイムティア・メイルストーン。アナザーディメンション。逃がしたか。